知れぬトルク感でどこまでも加速するエンジンと、ミリに満たない操作でも機敏に応答するハンドリング。どんな状況でもフラットな姿勢を維持し、途方もない限界性能の高さを感じさせる。実際に運転した人しかわからない世界を伝え、世間の車好きからの誤解を訂正し、開発陣の思いと実力を伝えてまいります。というわけでついにカレコに登場、新型 WRXS4。このシーンは帰ってきた後に撮った、飛ばしすぎて熱々になった、エンジンルームを冷やしているところです。隣がレボーグだから、似てるけどちょっと違うのがよくわかるな。両者ともかっこよいし、違いが明確に出されています。ネットでダサいダサいと言われるし、私が最初に見た時も違和感しかありませんでしたが、みんな実物を見たことある？この WRX もそう、写真より実物の方がかっこいいタイプですよ。ベストカーあたりのコメント欄で、実物も見てない触れてないくせに、ダサいとか言って語るやつにはなるなよ。ああいうのほんと嫌いすぎて吐き気が出る。私は実物と事実をお伝えします。特に現実で驚くのがリア周りの造形。これネットで見ると変な形状しててクソダサいんだけど、実物は張り出し感がかっこいいんですよね。サイドの SUV チックなプラスチック、あそこも意外にぶっとくて、迫力を足してくれています。ホイールの色とデザインもバランスがいいのよ。スポーツって書いてあるけど、この加速力ならタイヤのグリップ限界はもう一声欲しいです。このテールランプ、本当にマグマっぽいので感動します。WRX にマグマが関連あるのかは不明だが、満足度を大きく高めてくれる要素だな。トランクはむっちゃ軽いです。剛性のために開口部が狭いって聞いたけど、私はあんまりそうは思わなかったですね。十分すぎるぜ。普通のセダンだ。このアングル、実物だとかっこいいのに動画で見ると微妙。2列目にも座ってみたけど、意外ながら普通にスペースはありますね。助手席がむっちゃリクライニングしてるから圧迫感マシマシだけど、これは普通に大人が乗れるように作られてます。そういえばこのグレードは、GTHEX という、450万円の安い方です。500万円の STI スポート REX と比べ、電子制御ダンパーが未搭載だったり、内外装がちょっと違ったりします。ステアリング機構の配置が窮屈だと聞いたんだけど、ここから覗き込んだ程度では、開発陣の苦悩と努力はわからんね。エンジン音に行きましょう。ドロドロとした上品で迫力ある、大排気量っぽい音が気持ちよく響きます。ちょっと踏みましょう。静かだけどいい音、実物じゃないと伝わりませんね。450万円という価格に対して、特に不満は出ないであろう内装。スポーティーで大人な感じ、メーターとナビが先進的ですね。シフトはストレート式だけど、一段一段が明確に分かれて離れていて、的確に操作できるので安心感が違います。N から R へはボタンが必要。ここら辺はおなじみですね。コンパクトな車体だからあんまりアシストはいらんけど、このカメラはもうちょっとなんとかならんかったんか。リバースに入れても、画面が歪んでて見づらいです。元のサイズ感が絶妙だから障害物確認程度で十分なんだが、背景の星空も綺麗だが、なんかなぁ。さてさて、やっとですね、走り出していきましょうか。変な位置に立て看板を置いたせいでぐだりますが、この動き出し数十センチだけでもなんか違うんですよ。アクセルを踏んだ際のエンジンのトルク感、ハンドルを切った際の車両の動き、マンホールにタイヤが一輪だけ落ちた際の、ショックの沈み込み具合やフレームの剛性感、見てわかる通りちょっと動かしただけなのですが、この車、何か乗り物としての世界がとんでもないくらい違うぞと。いきなり驚かされます。ハザードは押しやすい位置でいいですねー。この新宿サブナードという駐車場、出るまでがだるいんですよ。この直線を出口があるところまで、暖気も兼ねて徐行で進んでいきます。もう違うのよ。アクセルをゆったり優しく踏んでるだけなのに、エンジンのトルク感がまるっきり違う。どんだけトルクあるんだこのエンジン、感覚的には17年式の GTR よりも、底知れぬトルク感を感じます。この速度域で、高々 2.4 リッターのターボに対して、この超低速域で余裕のトルクというのは、乗ってない人からしたら馬鹿らしいかもしれないな。このハンドリングもむちゃくちゃシャープです。乗り物としての基本性能が自動車の常識の外側にある、今小さくハンドルを振りましたが、車体が動いてるのが見えますか？あーごめん、手がどっか行ったのはコーヒーを開けてます。奥でコペンが車庫入れしてますね。ロードスターや GR86 なんかもカーシェアにあって、現行型のフェラーリ、ランボルギーニもいる。ちょうどロールスロイスやマイバッハが止まってるな。マイバッハって、こんなに見飽きるものだっけ？さてさて、スーパーカーと比較して WRX が光り輝くポイントである、車体サイズのコンパクトさ。前後に 4670mm、横幅が 1825mm。ギリギリコンパクトに乗れるサイズですね。道路幅が極端に狭いところでも、好きなドライビングラインを描けるという点で、スーパーカーでは味わえない楽しみがあるんですよ。新宿サブナードという駐車場は、この登った先の信号機で詰まるせいで、出るのにむっちゃ時間かかるんですよね。入る時もタクシーと歩行者の群れのど真ん中に入っていく必要があるし、二度と来たくないですね。でも3回目なんです。
これに耐えてでも乗りに来たかった。上り坂も楽々ですね。回転数が上がる感じもない。微妙に窮屈なカーブでも、すっと手の内に馴染むサイズ感。さてさて、何分で出れるでしょうか。ETC カード差し忘れたけど、チップ上下ガチャの2択を外しました。普通に不運が炸裂してて草。なんか上下逆さまにして差し直してもエラー出ましたね。忘れそうだからここで路中して直しとこう。乗って数分の新車で路肩に寄せるという狂気ですが、こういう場面で乗りやすさが光ります。思いっきり駐停車禁止場所の標識が見えますが、こことラックの後ろだし、何せ無法地帯の深夜の東京だからねー。というかこの後の走行が激しすぎて、トラックの目の前に停車したことなんてみんなの記憶から消えるぜ。というわけで復帰しましたが、ゆったり加速していく中でも、なんか AMG に乗ってるみたいなトルク感があります。排気量が5リッターとかあるようなエンジンだと言われても、そんなに違和感を感じないですね。ブレーキホールドとアイドリングストップのオンオフは、かなり押しやすい位置に設定されています。ユーザーの意見をしっかり反映させた開発陣の鏡。これエアコンの操作パネルも、ボタン一つ一つが大きくて明確に離れていて、ガバガバな手袋をつけていても、ミスなく操作することができます。液晶系のタッチパネルの中では、世界一と呼んでも支障ないレベルの使い勝手の良さだな。私みたいに液晶が大嫌いだけど、欲しい車の操作系がこれだったら、普通に許容して買っていいレベル。ちょっとメーターを触ってみましょう。タコメーターを大きく出せたり、地図を中心に出せたり、これはアイサイトの画面でしょうか？ブースト系があるのも興味深いですが、車が速すぎて見てる余裕ないです。ステアリング左下の、昔のホンダ車みたいなスイッチで操作します。アナログ式には寂しい時代に思えるが、見やすいしデザインもかっこよくて実用的だし、これはこれでスバルの設計の良さが光ってて好きだぜ。これの前に乗ったフォルクスワーゲンの T クロスが、内装の開発チーム無免許だろっていうレベルでどうしようもない操作系統だったので、なおさらスバルの良さを感じます。あっちも面白い車だったので動画をお楽しみに。さてさて、この WRX のステアリング、乗ってきた中でトップのクイックさです。ステアリングの回転角の数値に、ほんの少しでも変動があったならば、それは車の動きに現れています。軽すぎるハンドルって私はあまり好みではないのですが、挙動にダイレクトに現れるのでこれはいいですね。ただ流しているだけに見えるのですが、俊敏なハンドルやエンジンの排気音、フレームの剛性感がひしひしと伝わってくる。自分は特別な車に乗っているんだなと、ただの市販車のセダンなんかじゃなく、これは世界が違う車なんだと痛感します。おっと、アイドリングストップが作動しましたな。アイドリングストップからの発進にも不快な振動はありません。かつての XV から大きく進化しましたね。エンジンもトランスミッションもフレームも、当たり前ながら最新式。技術の進化の頂点を街乗り領域で体感。今なんか言ったか？最高だなって言ってました。これは運転しないとわからないだろうな。ちょっとハンドルを揺さぶったり、アクセルをわずかに踏み込んだだけで感じるワクワク感。スーパーカーと同じ領域の感動があると思います。ほとんどアクセルを踏んでいないし、車速だって増えていないのに、どこまでも加速しそうなトルク感を味わいます。普通に乗りやすくて快適なのに、その一方でここまで全要素を俊敏に研ぎ澄ませるのかよ。踏んでもないのにむっちゃ速い。このダラダラ走りで私が抱いた感想です。首都高へと飛び込む前に、乗り心地について話しておきましょう。ネットで硬いと言われていたのですが、私はそうだとは思いませんでしたね。むしろ快適性との両立ができていると感じました。でも動きはシビアです。普通段差を超えた時って、ちょっとだけタイヤが上下に動いてから、揺れが収束していきますよね。そこで吸収できなかった分がバンプラバーからフレームへと入っていき、最終的に乗客への衝撃となって伝わる感じ。でもこの WRX は違うんですよ。段差を超えた次の瞬間には、ダンパーを素通りしてバンプラバーに当たっている感じがします。しかしそのバンプラバー部分がしっかりとした厚みを持っており、適切に潰れながら衝撃を大幅に緩和してくれるので、ゴツゴツ感のない快適な乗り心地となっています。というかね、むしろ乗り心地は、市販車の中でもいい方だと思いますよ。フレーム、乗客に入ってくる衝撃が、基本的に全く強くないからな。バンプラバーサスペンションと勝手に呼びたくなるような動作ですが、バンプラバーだけで快適性が出ています。どんな変態技術なのでしょうか。ここも驚きポイントですね。安い方のこのグレードには電子制御ダンパーが未装着なのですが、これだけ E ショックならむしろ不要ですね。というか上位グレードの乗り味、ここからどこまで突き上げが硬くなるのか心配だな。減衰力を調整したところで、突き上げの硬さは仕組み的に変わらないですからね。上位グレードの方が気になっている方は、ぜひ乗り比べをした上で選んでほしいですね。私だったら安い方のこっちで十分です。うむ、日本刀を指で撫でるようなシャープさを誇るハンドリングだ。S でちょっと踏んでみます。7キロくらいしか加速してないぞ。そういう話じゃねえんだよ。アクセル回路に対するマシンの出方。そこの鋭さの話をしているの。
ほぼ踏んでないですからね。排気量が 0.4 リッター増えて、エンジン特性もトルクに振った。これで意味不明なくらい伸びるようになりました。まさかの30キロ制限だったからね。下道を流すつもりが速度計を隠すことになるなんて。それにしてもここの路面は綺麗ではないですが、乗っていて全く不快な感触はありませんでした。詳細については後で話すけど、この WRX はちょっと上の EV に勝っているどころか、スーパーカーと同じ乗り方が求められるマシンです。地上の戦闘機、日本刀、そんな感じのものですね。おっと？アルファードくんよ、線からはみ出しすぎでしょう。トラックが左折してきたら積むやつや。快適に走れる乗りやすいセダンなのに、音だって静かなのに、底知れぬ戦闘力を全く隠さない。もうすぐ首都高に乗っていくけど、今回ばかりは正直怖いですね。私の免許が、マジでオービス光るかも。事故るリスクのあるような領域には、私の乗り方だと飛び込まないんですよ。このエンジンなら迂闊には全開にしません。隠れオービスだけが気がかりですが、これまで通りの基本を守り、乗り物の性能に乗らされないように制御していきます。この料金所は全開にできる場所だけど、さすがにこのトルク感謝、一発目からのベタ踏みは無理です。とりあえず U ターンして、小回り性能を確認しながら行きましょう。最小旋回半径は 5.6 メートル。まあ普通だな。これまでのトルク感にビビったのか、なぜか私、S モードを解除して I モードに戻してしまう。そもそも300馬力近くあれば実用上の上限値ですからね。慎重に行きましょう。これは、ものすごい加速があるやつだ。窮屈な首都高への合流ですが、スポーツモードに入れたりアクセルを踏み込む必要なんてどこにもないですね。むしろ危ないから抑えなきゃダメだわ。まあ余裕ですよ。しばらくは様子見ですね。ここでトラックを抜きに行ったのですが、トラブルが起こります。なんとですね、ワンタッチウインカーが戻せなくなったんですね。テスラのモデル3でもスープラでも、同じことをやらかしたんですよ。このワンタッチウインカー、ディーラーで戻せるだとか年次改良でなくなったとかで、不満なら戻せるんですよ。その前提で聞いてほしいんですが、このワンタッチウインカーの採用は WRX の汚点です。ちょっと倒すと3回だけ点滅します。倒し切ると断続的に光るけど、戻すにはちょっとだけ反対側に倒します。一つ言いたいんですが、本気で走ってる時にそんなこと気にかけてる余裕ねえよ。あまりにも加速 G が強すぎて、マニュアルモードのシフトアップタイミングすら気にかけてる余裕がなくなるんです。そんな勢いで走っている時に、のんきにウインカーに神経割いてたら事故る原因になり得ます。俺は開発陣の行動走行テストよりも、何段階も速いペースで走っているのか？そう思ってしまいました。加速性能も最高峰だし、その他の使い勝手も非常にいいだけに、ウインカーのダメさが目立ちまくっています。もし新車をオーダーしたなら、ワンタッチウインカーは解除した状態で納車してもらってくださいね。ちょっと倒すと3回点滅するから、それを連続で繰り出すのが一番だという結論に達したぜ。それにしても、今速度計は映せないけど特段と速いわけではないペースで走ってるけど、この車の性能には特徴がありますね。それはですね、攻め込めば攻め込むほど、追い込めば追い込むほど、限界性能への遠さを突きつけられるということです。アクセルもタイヤもブレーキも、瞬間的には限界領域まで行けるんですよ。でも全体をその領域で繋げられない。言いづらいことだけど、過去の車の中で一番高いスピードを出したし、タイヤだって鳴らしたし、旋回時だって瞬間的にギリギリまでは行きました。でもですね、この車の戦闘力から繰り出せるであろう走行ペースを基準に言うと、私が公道を走ってる限りは全く限界には迫れないわ。なんだあいつクソすぎだろ。遅い車でみっともないですね。非常に惨めだ。私が手本を見せてやろう。よくスピード違反やタイヤ負荷ベースの運転について指摘されるのですが、私はああいう系の不快な運転はしないです。というか奥にパトカーがいるみたいですね。単体の速度違反なんかよりあの不快なプリウス捕まえろよ。警察には無理だな。せっかくの無法地帯に WRX できましたからね。魚心あれば水心で楽しんで参りましょう。こいつのナンバープレートは映るでしょうか。飛ばしすぎて逮捕されて実名報道されたら、お前だけは道連れにしてやる。ナンバー映ってなさそうだぞ。まあいいや、日本の交通民度なんて発展途上国と大差ないですからね。ペースカーもどいてくれたことだし、私は私のなすべきことをしていきます。この車の一番の問題点はネットで不評であること。これだけの性能を持ちながら、申し訳ないですがモザイクは大きめでいきます。実名報道でニュースに乗りかねない領域に飛び込んでいきますから、時間的に3週から4週はいけます。慎重に体を慣らしていきましょう。体感的には GTR やスープラよりも速い車に感じるだけに、相応の覚悟と集中力が要求されます。狭い車体を活かしてコース幅を使い切るため、端っこに寄ったら逸脱警報が鳴りましたね。
途中で切るのですが、そこまでハンドルを勝手に持っていかれます。まあ車両設定メニューから3タップくらいで全オフできるから、この辺のバランスも最高だな。さて考えなしにアクセルを床まで踏むような人は、絶対に乗っちゃいけないレベルの加速力。値段が高いのも一種のフィルターなんだなと、十分に暖気はしてきました。右からの合流もなかったしそろそろ行きますか。ハイエースは優しく抜いてから、S シャープだ。当たり前ですが迂闊に全開にはできないですね。アクセル回路に対する加速 G の出方を確かめている段階です。もう乗りやすいセダンだかファミリーカーだとかそういうのは頭から消え失せて、乗り物の限界性能の見極めに集中しています。さっき言ってた通りシャープなハンドリングで、乗りたいと思ったラインに、何もしなくてもマシンが勝手に乗っていく感じだ。今のもはみ出したんじゃなくて、隣の車に余裕を作るために、寄れるだけ右に寄っているだけです。今はまだゆったりペースだけど、ロール収束のタイミングが非常に早い。ブレーキフィールも素晴らしいですね。走りが本格化する前に、まずブレーキのことを話しましょう。自分の足というか指で直接ブレーキローターを挟んでいるような、的確な制動フィールを味わえます。このブレーキタッチの良さも、レビューしてきた車たちの中で、トップと言っていいくらいのものだ。先にブレーキテストをお見せしましょう。聞いて言いましたね。あんまりタイヤをいじめたくないので軽い領域に留めましたが、すっと身を引けるような効き方のブレーキ。ただ、ブレーキングもコーナリングも追い込んでみた印象としては、タイヤのグリップ限界がもうちょっと欲しいですね。タイヤグリップを使い切っていく際の感触も味わえるスポーティーなタイヤなのですが、いかんせん加速力が高すぎる。乗り物の総合バランスとして加速性能が突き抜けすぎていて、私だったらタイヤとブレーキパッドはすぐ変えたいかな。スポーツセダンではなく、スーパーカーと同等レベルのタイヤを、高い金払って履かせちゃうかもです。軽さとコンパクトと安定性をフルに活かし、非常に安全な動きの中でハイペースで走れるのですが、もう一度言うよ、加速性能が高すぎる。これでトルクに振ったとか嘘だろ。この WRX の開発陣、500馬力くらいに軽くチューンしたインプレッサを、好きあらば全開にしながら通勤してるんですかね。人間の魂が置いていかれそうになる、ギリギリのラインの加速 G です。これ以上速くなったらマジで置いていかれる。275馬力っていうカタログ数値が、嘘ついてるんじゃないかと思うレベルです。車両重量が1600キロというのも違和感。500万程度の価格帯に与える加速力としては、あまりにも過剰すぎると判断して、安全のために自主的に抑えたのではと、開発陣に聞いてみたくなる性能ですね。これだけ速い車ではあるが、それでもなんか抑えられてる感があるんだよな。ベタ踏みした瞬間の出だしとか特にね。さて右に車がいる中でのコーナリング、言うまでもない安定感。直線になったらちょっと踏んでみましょう。全く全開にはしてないんですが、右後ろの車が一瞬で離れましたね。個人的には分回した高回転域の一瞬しか出てこない最大馬力より、踏んだ瞬間にズドンと出るトルクの方がいいと思います。踏めば踏むほど、回転数が上がれば上がるほど加速力が増していく86とは、正反対のトルク特性ですね。とは言っても踏み切ってもむっちゃ速いけどな。まあまだ様子見よ、軽く流してるだけさ。抑えて走る楽しみというのも、運転していて明確に感じるのがこの車の珍しいところですね。どの速度域でもドライビングの楽しみと底知れぬパフォーマンスが味わえて、快適性がそがれることはない。これが大きいことなのです。パフォーマンス自体は高いけど不快さが出がちな車に乗って、嫌な思いをしないとわからない良さだな。なんか抽象的な話が多かった気がするので、今のうちに DCT、と言われても気づかないような CVT のことを、メカニカル的には CVT なのですが、私たちが乗ってるようなものとはまるっきり動作が違うんですよ。ありがちなのが、踏んでいくと高回転域電ブワーって張り付いて、エンジン回転だけ高止まりしてうなり続けるやつ。そういうことは一切なくて、多段式っぽいけどシフトショックはなくて、そもそもトルクがあるので回転を上げずに突き進んじゃうというのはありますが、未来のトランスミッションって感じがする。コーナーで減速していると勝手に回転数を上げてくれる制御付きで、性能としても感覚としても一級品です。 CRG の CVT に乗った時にはあったシフトチェンジを行うとベルトがウィーンって動いていくのを感じる感覚。周りに車がいるので抑え気味ですが、自分一人だけ光の速度でワープしていくような加速感です。スーパーカーでもないのにこれだけ吹っ飛ぶのは、EV 以外じゃめったに味わえないもの。テスラのモデル3に乗った時に感じた、加速を含めた総合性能が高すぎて、すべてのガソリン車が負けたという感覚。そんな敗北感を一瞬で振り払い、排気規制に負けず、EV に真っ向勝負するハイパフォーマンス。世界が EV に移り始めたこのタイミングで、ガソリンでこれだけのものを出してきたことは、もっと大きなインパクトを持って語られるべきですね。
ここの合流ってかなり窮屈なはずなのに、立ち上がりの安定感や加速力と相まって、余裕すぎて驚かされますね。あれれ、首都高って、こんなに簡単に走れるステージだったっけ？あーもうどいてほしいなー、せっかく深夜を狙ってきたのに、やろうと思えば4周から5周は回れそうな時間を用意してきたのは、こうなることを見越してのことです。せっかくのコーナリングの一つが台無しですが、こういうのに苛立たないのも大事なことですな。左後ろがあくまで待ったので、そろそろ行きましょう。前回になんかしなくても、周りを置き去りにすることなんて造作もない。馬力じゃなくてトルクで速度を乗せていってむっちゃハイペースで走れるというのは、なんかテスラみたいですな。ちょうど走行安定性もむちゃくちゃに高いからな。フロントにエンジンがある都合上、EV セダンみたいなニュートラルステアとは、またちょっと違った回答性ではある。打角はあまり変えずにアクセルを開けていって、遠心力で膨らませてアウトに寄せる。狭い車幅を生かし、アウトから入って車線内での走行位置を右に選ぶ。気持ちのいい立ち上がり。道が開けてまいりました。ここは大胆に行きましょう。感動の走り。この価格帯のハイパフォーマンスセダンとして意識せざるを得ないのがテスラのモデル3ですが、あれより確実に速い。買っている。常識的で安全な範囲に留めていますが、それでも走行ペースがあからさまに速い。前回にしなくても、軽く踏んでやるだけで恐ろしいほど速度が乗ってしまうんです。さっきのトラックを左から抜く際の立ち上がりも、ハンドルの打角をどうこうというより、アクセルを開けながら立ち上がる走りが気持ちいい。ちょうど詰まっていますが、まあまあ、少しはマシンをクールダウンしよう。さっきの前回走行、まさに DCT といった動作でした。しかも GTR が見えてくるくらい速いし、これならオートマ主体でも仕方ないかな。むしろスーパースポーツカーに片足突っ込んでるような領域の車に、マニュアルまで用意するとはな。ちょっとやりすぎたかもしれん。段差をガタンと超えた際、映像を見ているとちょっと怖く感じましたが、乗っていた私としては余裕でした。段差を超えて足回りに瞬間的に不安定っぽい動きが出ても、次の瞬間にはシュッと収まっています。そんな具合で本格化してきた首都高2周目。さっきから同じくらいのペースで走っていた、黄色いライトの車が登場。なんだろうなと思ったら、アルファロメオのホットハッチだったようです。素晴らしい趣味ですね。レンタカーステッカーの貼ってある WRX があんなに元気よく走ってたら、周りの人はどう思うんだろうな。まあリスクは取ってないですからね。さて前にいるのはメルセデスの S クラスっぽいですね。この先の状況的にアウトから迫るのは嫌だな。ここは様子見ですね。このコーナーは汐留 S 字と呼ぶんでしたっけ？道路幅自体は広いんだけど、はみ出す車がやけに多いです。カーブの形がなんか変則的だし路面はうねりまくってるし、走りづらいものではあるんですがね。まともな運転をするには、たくさん走り込んで道と走らせ方を覚えるしかないな。立ち上がりでハンドルを戻すんじゃなくて、アクセルの方を開けて膨らませていく。これが気持ちよくてさ、この先に定番のオービスがあるんだけど、今回はいつもより何倍も怖いですね。このオービス、完全に首都高名物となってるよな。この先の柱に突き刺さって何人も死んでますからね。神社の鳥居のようなものですね。アウト側のコース幅もしっかり使い切って立ち上がる。乗りやすいサイズだから左に寄せるのも怖くない。基本から発展まで、ドライビングの世界を幅広く快適に楽しめる。もう24分も経ってるのにまだ首都高は2周。これくらい離れて抜いてあげたいですね。右の線にはちょっとタイヤが乗るくらい。今回はタイミングがよくありませんでしたね。幸いにも本線に車はいませんでした。蘇るトラウマの数々。もうすぐ朝の3時なのですが、それでもちょくちょく詰まっちゃうのはさすが日本の人ですね。このくらいの時間になると街を歩く人は一気に減るが、1時から2時くらいはまだ昼って感じの活気だよな。読みが外れました。あのトラックの方が右へ分岐していくと思ったんですが、行動だからしゃあないな。午前2時43分でこんなに詰まるのをストレスに感じてはいけない。ここら辺で右奥のセダンがトラックにパッシングしまくってました。あれは煽り運転ですね。一発免停かも。とは言っても深夜帯なんだから、詰まらせてる感じがするなら後ろの数台くらい先に行かせればいいのにな。また悪質な割り込みしてやがる。
事前のパッシングで気概アピールして、逆に危険がないように押し切りましたね。というかここのコーナリング、タイヤ付加的には面白い立ち上がりができるのにまあただ目立ったよ。世間の運転の実態はこれだからな。運転が乱暴なのは一般車ばかり。スポーツカーとか雰囲気組みたいなもんなんだぜ。86やロードスターなんか、本当に雰囲気組ばっかりですね。オレンジ線もカットしていくしさ、急いでる用事があるならせめて3級ハザードぐらい使ってあげようよ。まあ私も行くんですけどね。すげえわ、シャープさが桁違い。スープラに匹敵する切れ味ですね。あっちと違って横幅が太っちょでもないから、ライン取りの選択肢が幅広いのも魅力だな。この辺はうねりが激しくて恐怖心との戦いになりがちなのですが、この WRX は四六時中安定していましたね。どんな状況においてもその動きが揺らぐことはなく、急加速を入れてもタイヤグリップが破綻することはない、4WD の底力ですね。エンジンが大きすぎないから、ターンインの際にノーズが重いような動きも出ていない。せっかくペースに乗ってきているので、なんやかんや言うタイミングがなかった、ハンドリング関連の味付けについて話しましょう。切った瞬間に応答するハンドルですが、ロールの収束も同じくらい速いです。世界の車がこれだけだったら、そもそもロールという単語がなかったんじゃないかなと。このまま踏んで飛んでいっちゃいたいですが、左レーンに車がいるので、ここは抑えて優しく行くところですね。しばしオールクリア。ブースト系がついてるのはありがたいけど、運転中にこんなの見てる余裕ないっすね。合流の車が来てるので減速。話を戻しましょう。ロールはほぼないと言ったんですが、コーナリングの際に一瞬だけ、荷重移動を作れるような間が残されています。むしろ、そうやって運転手が旋回姿勢を作れる程度の余裕だけ最低限残して、あとは徹底的に抑え込んだ感じの足回り、快適性は犠牲にしてないといった通りですが、それでいて走行安定性は、できる範囲で極限まで突き詰めてありますね。首都高テストは3周目に入りまして道も空いてきました。乗り物の動きにも慣れてきて、そろそろコーナリングで追い込んだ領域も見に行きたいところ、3周目で中心的に話すのは、主に限界領域での挙動となりそうです。要するに大本命ですね。まずコーナリングにおけるバランスについてですが、例えばテスラのモデル3や LS ベースの未来のような、アクセルを抜いただけですとノーズが入る。さすがにそういった感じではなく、あくまでシャープなハンドリングで、前のエンジンがフロントを押し付けて入っていきます。限界が高すぎてこのステージでは入り口しか見えていませんが、全体的に安定性重視でセッティングされているようです。乗ってみた感じ相対的にフロントのスタビライザーを強めに設定した、あくまで安定した挙動の中で、タイヤグリップをしっかり使い切っていって、その先でペースを上げて速度を乗せていくような、そんな味付けになっている感じがしましたね。旋回途中にハンドルを切りましてもシャープにグッと入る。いいね、全くふらつかないね。インプレッションというか運転した感想として言っておきたいことは、残すところ大体2つ。まず1つ目は、強すぎる加速力ゆえ、スーパーカーと全く同じ世界の計画性が求められることです。みんな直線でドカンと踏みたがるけど、大事なのはただスピードだけ出すことじゃなくて、ちゃんと減速して次のコーナーをクリアすることですね。でこの WRX、ことあるごとに言ってるけど、そのランクの車たちと並びそうなくらい加速力が強いので、ベタ踏みするならブレーキングプランをちゃんと立てた上で、その中でやってやる必要があるんですよね。ちょっと別の言い方をすると、この WRX で安全に全開走行ができるなら、スーパーカーに乗ってもそのまま安全に行けると思います。4WD ゆえの安定性能と、タイヤグリップベースでは高すぎない馬力が優位点となるがな。それがまた大事なところで、これだけの加速 G は出るけど、馬力に対してタイヤグリップが負けてないんですよね。電子制御で抑え込んで強引にごまかすのが世界で主流となっている中、ラフに開けてもタイヤが滑らないのは素晴らしいと思います。そういう領域に適切に抑えてあるのは、スープラや一部の車種だけでしょう。馬力だけドカンと乗せるのではなく、軽さやコンパクトさ、ハンドリングなどの総合バランスで高い戦闘力に仕立てる。さすがのパフォーマンスです。でも本来の限界性能には到達できる気がしないね。性能を使い切って走るというよりは、使いたいだけいつでも使えるって感じ。私はプロドライバーでもないし、ここはあくまで行動。もどかしいけどこれでいいんだと思える。ここでようやく制動力のテスト。よく止まるんだけど、圧倒的な加速 G に対してフルブレーキング時のタイヤグリップがちょっと足りない感じ。勾配と段差の組み合わさった左コーナリング。
ションを押しつぶした状態で段差を越える。という最悪な入力を与えてみましたが、一瞬で強引に揺れを収束させてくれました。安定性だけ言うならもう一声できることはあるだろうけど、快適性との両立を考えるならこれがベストなんでしょうね。最後に一つだけ、この車に乗って感じた不満を言います。ベタ踏み直後の出だしの遅れです。WRX だけは、I モードと S モードの他に、S シャープモードもあるわけですが、コーナー出口なんかで瞬間的にアクセルを奥まで踏み込んだ際、最大の加速力が出始めるまでの間に、あからさまにラグがあるんですよ。マニュアルモードで踏めば緩和されますが、コンピュータ制御が優秀な現代で、あれだけの加速力を持って、このワンテンポの遅れはちょっと気になりますね。プリウス PHV のパワーモードにすら負けてるレベルの出足の遅れです。電気とガソリンの違い、と呼んで片付けたくはないですね。排気規制や変速、ブースト圧周りの制御がどうなってるのか知らないけど、全体的に EV に勝ってるといった手前、この遅れは気になります。左足ブレーキでもやりながら、常にアクセルを踏み続けてブースト圧を高く保てばいいのでしょうか？単純にペダルを踏むタイミングを調整したり、マニュアルモードで行ったり、乗り方でなんとかなりはするのですが、そもそもこれがターボラグというものなのか、何にせよ電動車に明確に遅れをとっています。もう一度言います。瞬間的にズドンとアクセルを踏んだ直後から、フル加速が始まるまでの微妙なタイムラグ、せっかくの加速力が活かしきれないので、EV 対抗馬としてなおさら気になってしまいました。一旦アクセルに足を乗せれば、気持ちのいい加速感でアウトまでコース幅を使い切れるんだけどね。乗ってみないとわからない気持ちよさですよ。アクセルでわざと膨らませて、今みたいにピタッと乗せたいところにタイヤを乗せる。約30分経ちまして、やっと首都高から降りてまいりました。下道の東京の市街地に降りるというわけで、頭を意識して切り替えていきましょうね。素晴らしい時間をありがとうございました。まだちょっと楽しんでるけど、いよいよ合流です。戦闘モードはここまで、この車と開発陣の実力、さすがにご理解いただけたかと思います。日本刀、戦闘機。そんな言葉が似合う乗り味でした。免許がなくなるのは注意力と時間と運の問題ですね。まだ1時間くらいあるし、ここから U ターンして乗ればもう1本いけるぞ。さすがにもう十分ですわ。注意力だって無限ではないのよ。この日は体力マネジメントも兼ねて、箱根を越えたところにある、駿河湾沼津のあたりのビジホを取りました。この WRX に夢中になりすぎたのか、ヘトヘトになりすぎてあとは家に帰るだけでいっぱいいっぱいでしたね。ここの加速がまたトルク感あるのよ。本当にこの車はすごい。こういうことは言いたくないのですが、これだけのシャシー性能に対しては、さすがに法定速度の方が低いですね。でも行動というのは想定できないほどのイレギュラーが起こりうるもの。私はそれでいいと思います。熱くなっていそうなエンジンを冷ましつつ、余韻に浸りましょう。快適な車というのは本当に素晴らしいです。でもこの素晴らしさというのは、不快適な車で苦しまないとわからない。そして世間一般の車好きというのは、この不快適な要素をスポーティーだと歓迎するのでしょう。車そのものについては話し終わってるのですが、この WRX 君は周辺環境が悲惨ですよね。乗ったこともない人たちから旧型に劣ってるだのダサだのボロクソにこき下ろされ、世間からは微妙な車、失敗作としての烙印を押されています。実際問題として、販売数も伸び悩んでいるようで、一応スポーツの車種なんだから、せめてマニュアル付きで売り出せばよかったのに。私はこの WRX、人生で1台だけしか車が選べない。そうなった際に選択肢にあげます。そこから選ばれるのかは不明ですが、スポーツカーにもスポーツ以外の性能を求めたい人にとって、こういうのが一番いいんだよね。今回の運転動画のせいで警察に通報が行ったり、逮捕されてニュースに取り上げられたりするかもしれないけど、それでこの WRX 君の実力が正しく世間に知れ渡るなら、なんかもう諦めがつきます。速度的には出てたかもしれないけど、見てもらった通り、何も危ないことがなかったですよね。挙動も安定しているし、総合バランス的には加速性能が突出するけど、乗りやすくて快適で速い車だったんですよ。せめてこの動画を見た視聴者さんだけは、微妙な車だと思われがちな WRX-S4 への評価、改めていただけると幸いです。私はスバリストでも何でもないけど、EV 主流のこのご時世に、ガソリンでここまでの車を作った、その開発陣の努力や実力を称え、敬意を表したいです。快適で乗りやすいのに戦闘機のように速い、そんなに本当のようにシャープな車が、450万円スタートで買えてしまいます。この車が気になっていた方、この WRX はカーシェアで借りたものです。最近三井のカーシェアーズという名前に変わりましたが、カレコというサービスで、今日本に2台だけ東京にあります。次の方のために、安全運転機能を戻しておこうね。私のことだから概要欄へのリンクは貼り忘れると思うので、三井のカーシェアーズ、WRX と検索して自分で乗りに来てみてください。遠方なら泊まりで、朝の2時半から3時過ぎあたりの時間帯が、最も空いていて走りやすいです。私が走っていた C1 内回りがコースが長すぎなくて覚えやすく、適度なコーナリングがあって最もおすすめです。
高速を降りてからの数キロだけ、アイドリングストップオフで燃費走行を心がけましたが、さすがに伸び悩みますね。信号待ちの多い東京市街だからな、郊外を流せばもっと伸びるだろ。やっと駐車場に戻ってきたぜ。タクシーの列に巻き込まれて4分くらい動かなかった。最後の最後で人を引くのは嫌ですから、慎重に上がっていきますよ。はい、一速固定で下ってみます。まあ、必要十分ではあると思いますが、もっと強い車種はあるかなって感じ。ここのカーブって実はかなり窮屈に感じるのですが、WRX ではスイスイ行けました。もっとカーシェアに、いろいろな車が増えてくれたら嬉しいですね。ニュートラルで空ぶかし。もう35分ですか。こんなに長くなるとは思っていませんでした。私も編集に疲れたのでそろそろ終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。世の中の車がもっと正しく評価されますように。